いきます、せーの、ジャンプ。あー、おー、イエス、おー、ノノ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 ノ。まあ俺が早かったけど、まあ大丈夫っしょ。大丈夫、大丈夫、今のでいいの、本当にいいの、君たち大丈夫、納得できるのかい、これでいいのかい、こんななんか中途半端な気持ちでやめていいのかい、しっかりしっかり合わせて飛んだ方が気持ちになるのかい、いいのかい、こんな中途半端な感じで、僕はよろしくないと。はい、いきます、はい、はい、はい、せーの、ジャンプ、ジャンプ、はい、バラバラじゃねえか、オッケーオッケーオッケー、行こう、あ、ない、バラバラだよ、俺たち、いつもバラバラだ。皆さんどうも、こんにちは。で、さ、今日もね、マインクラフトをやります、鬼滅の刃元で。ね、さて、今回ね、前回の、なんか、トライアングルさんと土の子さんと一緒になんか、うせえな、一人水の中にいて。なんか対決したんだけど、まあ、散々な結果だったよね、俺たち。覚えてますか？私は大満足ですが。いや、散々でした、本当に。最初に見つけたのに。まあ、結論から言うと、トライアングルさんと土の子さんと俺でダイヤ争奪戦というか、最初にダイヤ見つけた人が勝ちってやって、土の子さんが1番、2番がトライアングルさん、3番が俺だったんですけど、トライアングルさんじゃなくて土の子さんがね、ダイヤを持って帰らずに死んでしまって、それでいいのかと視聴者の方にね、問いたわけですよ。その結果がなんだっけ。おじいちゃん大丈夫？ちょっと俺も説明するの嫌になってきたから、続きやっていい、もらっていい、トライアングルさん。いや、やってくれ、話の途中は無理だ。はい、分かった分かった。じゃあね、まあ、視聴者の方に3つの問いをしたんですよ。1番が僕じゃなかった？僕がやっぱ1番だから1番みたいな。そうみたいな。あ、そうだ、1番はそのまま、うん、今の順位のままで、2番が土の子さん死んじゃったから、土の子さんはあのやり直しで、トライアングルさんはもう生きて帰ってきたからそのままで、3番の俺ともう1回対決みたいな、2位固定でもう1回再挑戦みたいな感じ、うん、で3番が、全員やり直しって感じだったんですよね、うん、で結果としてコメント欄で全を通ったところ2番ですね。ということで、はい、土の子さんとね、僕が再バトル、またねー、やろうぜ、またねー、何？2位じゃダメなんですか？のんのん1位がいいです。私も参加させていただきたい。いや、でもまあ皆さんね、皆さんコメントねしていただいたのは申し訳ないんですけど、一人で見てんのは寂しい。しゃあないな、しゃあないな、そこはね、あの楽しみたい。あー、OKOKOK、じゃあやり、そうしましょう。ただあのコメント欄でね、土の子さんの同情コメントもめっちゃ多かったんですよ。めっちゃあった、見たよ、多かった。土の子さんかわいそうだわって、で、トライアングルさんこと何もなかったな。いや、なんでちょっと、でも土の子さんにハンデを、あげた状態でバトルしてやろうと思います。みんな土の子さんのお母さんやねん、コメント欄。そう優しいよ。あの今回はあの帰ってくるまでなんですかね、やっぱり。そうです、帰ってきてチェストに入れるまで、ルールをちゃんとチェストに入れるまでね。そうしよう、ね、うん、チェスト入れるまで勝負ってことね、うん、そうです。ダイヤは1個でも OK？ ダイヤは1個でも OK。 OK、 分かった。皆さんで準備しましょう、まずは。前僕が作ったの覚えてるね、松明ね。うん、土の子さんに、うん、もう作ってあげないよ。作ってくれた。作ってあげないよ、もう。自分で準備しましょう。あまりがちょろっとあるな。どこにも木ないじゃん、もう。だから原木取れって言ってるじゃん。なんでもあるもの使おうとしてんの。だって前の準備の時もさ、俺、僕のピッケルないよ。みんな作ってんだよ、鉄から。あのね、あのシーズン1は確かに最初ポンコツで、シーズン2でも巻き返したんよ。そう、最初良かったんだよ、だいぶ。シーズン3でまたポンコツに戻ったんだけど、どういうこと？タイムリープしてる？竹道か。のこさん、ちょっとお願いだから、ちょっと今度さ、自分の生放送で、うん、
ハードコア100日生き延びれるまで寝れませんやってよ。やってやってよ。寝れないじゃんそれ本当に。あ、じゃあ分かった、つのこさん、ハードコアじゃなくていいから、ハードで、うん、ダイヤモンド3個見つけるまで終われません。いや本当そうやったらどう。もちろん鬼滅モットなしでね、普通の、やってほしいわ、生きてほしい。じゃあね、改めてじゃあルール説明というか、トライアングルさんのハンデもありにしておきたいな、それだったら差別化するために。いいんですか？いいですよ。だからハンデとして、土の子さん3分、はい、3分で、そこから2分経過してから、あ、いやどうしよう、2分にしちゃダメかな、3分経過してから行ってもろうて、土の子さんが行ってから3分後にトライアングルさんが行って、うん、その1分後に俺が行くわ。なんで全ロストした人より僕ハンデ低いの？まあ1番だったからさ、僕戻ってくる前にすげえ時間かかるよ。だから3分で3分かって、さあ広くね。そうで、その1分後で俺が行くから、俺が約土の子さんから4分遅れなんだよね。いいですか？じゃあ、おー、オッケーです。僕ダイヤゲットしたぞって言ってからが勝負だから。ほんとそうだわ。みんな焦んなくて大丈夫だよきっと。じゃあね、ストップウォッチ起動するね。いくよ。オッケー。じゃあ10秒前9 8 7 6 5秒前4 3 2 1、スタート。もういけないよ。ちょっと行ってきます。じゃあじゃあ、いやでも土の子さんさ、見つけるの一番早かったからさ。そうなの、俺もう怖いんだよ。もう3分で見つかっちゃう気がしちゃうんだよ僕。土の子さんってなんかリアルラックだけはいいからさ、だいぶそういうとこだけあるんだよな。やばいよ、ほんとちょっと3分は長すぎちゃうかもしれない気がする。長いかな3分。370、うん、いや、メモってんの？いやいや、この戻ってくるとこだけ覚えとかないと。ああそういうことね。そういうことね。はいはい。ああ、そっかそっかそっか。そうそう、この村の位置ね。迷っちゃって。まあ俺その間に畑拡張しとくわ。じゃあ僕タンポポ見てる。あ、オッケーオッケー。うわー、これどうやって降りたらいいんだろう。やば。花を見るということは大切な行為でございますからね。本当ですね。あれー、おお、びっくりした。どうしたどうしたどうした。今溶岩が目の前に。一人楽しそうやな。あれ、そうだね。ちょっと待って、下にすら降りれない。僕前の、僕どうやって下行ったんだろう。下にすら降りれない。あとどんだけ、ダイダラさん。今1分半経ちました。あれ、なんかおかしいな。ベイクドポテト25個。あざまんじー。タンポポ見る、ちょっと大切な仕事なんですよ。食料ないよ僕。タンポポかわいい。あげたじゃんさっき人参収録前に。食べた人参。いや、いっぱいあげた。全部食べちゃった。飲んで全部食べたの。え、え、8個あげたよ。うん、8個食べたよ。もう食べたの。8個食べた。あ、え、ちょっと覚えて。やばい、やばい。松明忘れてた。あ、知らん。そんな知らん。だって作ってって言ったじゃん。あ、3分経ってます。3分、ごめんなさい。3分5秒、5秒です今。OKOKOK。お願いします。いってらっしゃい。そうなん、知らんさ。石炭取って早くちょっと松明作んないとね。ねえ。ねえ、大丈夫かねえ。うわー、ブックス3分ね。大丈夫か、何が怒ってんの？また溶岩が。目の前に用がない。もうだって俺も今から行きます。はい、レッツゴー。早いなみんな。さあ行くぞ。1分。さあここでもうちゃちゃっと見つかってくれ。もうささちゃ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 っと俺も見つけていいな。ほんとすぐ見つかってくれ。もうだダイヤン高さぞ。いや、早ー、降りんの早っ。10いくつだっけ。俺もう覚えてないな。もうちょい下だったね確か。あったはあ。あったあったあった、うん、あった。いや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 、待て待て、これは、いや待て待て待て、あった、すっげえある。しかも3分はやっぱりやりすぎよダイダラさん。いやでも全然掘ってないよまだ。いやだからこっから勝負だから僕は。こっから勝負。待て8個ありました。ダイヤ8個はやばい。文句なしだわ。文句なしでしょそれ。待て今度はもう失敗しないぞ。やられろ。
やられてくれ、やられろ、やられろ、マグマの中にも、マグマの中にダイブしてね。お願いします。今度はやられないぞ。マグマの中でダイブしてください。ダイブしてくれ、ダイブしてくれ、ターミネートの状態になってください。学習する生き物、人間はなんか来てる。ちょっと待って、来い、もっと来い、もっと来い、もっと来い、今のうちに、今のうちにすぐ積み上げて向かえば間に合う、チェスト間に合うかもしれない。まだいや、まあそうや、ワンチャン、ワンチャン間に合う、ワンチャン間に合う。あれ、こっから来たのかな。もうやべ、完全に迷ってる。これはなんだこれ、どこだっけ。ダイヤったー、おダイヤったー。やばい、ちょっと戻らなきゃ。どこだろうこれ、同じとこ行ってんだもん。ダイヤモンド。ちょっと待って、どこ、帰るぞ。やだ、帰れねえ、僕。ちょっと待ってくれ。ああ今ダイダラさんが横切ってったわ。ネームタグ見えたわ、横切ってったの。違うな。やってくれ、やってくれよ。お願いだ。あれ、あーつきた。ダイダラさんいる、どこ。ダイダラさんついてこ。どこだ、やべえ、わかんねえ、本当に。これあちょっと閉じ込めてったよ。頼む、ダイダラさん、ついてくれ。ちょっと、はい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 、あれ、ダイヤモンド、どんどんゲット、8個入れた俺。はい、チェストイン。めっちゃ詰まってる。やばいって、やばいって、もっと、あやぎさんも俺止めらんねえ、白子さん止めらんねえ、もう。あ、出られた、出られた、出たぞ、白子さん出ていった。やばい、あ、どこだ、どこだっけ、ここだ。チェスト、あー、入れたっぽいな、もう入れた。入れた。マジかよ。はい、というわけで結果は1ダイダラ、2土の子、ハイヤの3位はトライアングルだー。やったー。トラさん、いやもうしなくてよかった、トラさん。2位じゃなくてよかったね。2位じゃなくてよかったね。2位でよかったね。2位がなんかあの頃に戻れたらタイムリープしたいよ。誰か、誰か握手してくれ。誰か握手してタイムリープしてくれ、僕を。頼む、過去に戻してくれ。かわいそうだね。最近東京リベンジャーズのモッド上げてるので、よかったらあの僕のチャンネルから見てってください。全然ない。ただじゃ済まさんぞ、ただじゃ負けんぞ。うるせえ、早く家決めに帰るぞ。ちょっとでもメリット、ちょっとでもメリットを入れてやった。編集者さん、ここで今のとこ使わないんだったら、僕は今後この3人前から実況は出演しない。絶対使ってくれ、頼む。いや、3分はちょっと私言いましたよ。いやでも俺1位だし、いいよ別に。ちょっとえぐいんじゃないですかと私は聞いたわけですよ。いや、まあでもね、多分ね、コメント欄の皆さんもね、さすがに3分は、さらにトライさんも2位で決まってた。その状況でトライさんにハンデ1個しか与えない。それはさすがに、いや、4分待った時、私は3分待ちました。そして、うん、ちょっとね、私はもう確定していた身としては、やっぱり1分だけというハンデは、ちょっとダイダラさんとの1分とのハンデはさすがにちょっと私はあれ、あまり受け入れられないという気持ちもありまして、なんで、でも自分からやりたいって言い出してたから。いくらなの私、ね、やっぱり土の子さんは全力したわけでございますよね。やはり私としてはですね、ちょっとあまり腑に持ちないところがかなり多いかなと思うんですけど、しかし私は勝負を受け入れます。大人ですので、はい、全然文句はございませんよ。めっちゃ文句あるやねん。はい、というわけでね、じゃあみんな家見に行こうぜ。自分の部屋見に行こう、今から。はい、じゃあみんな家行こうか。おい、トライアングル、お前の部屋そこじゃねえぞ。何してんだよ、何塞いでんだよ、何。いやいや、違う床作ってやってんだよ、感謝してくれ。ねえ、なんか打ち上げられたよ。どうやって行くんだよ、上。矢幅でござるな、打ち上げられた。死んだんだか。やられたでござる、我が四天王最弱の男が。やられたでござる。寝る寝る。
ね、いずれダイダラさんサツケに多分出ると思う、僕は想定して。それにふさわしいような漫画すごいことになってるけど、どういうこと。サスケ、サスケ第1ラウンドまず突破してほしいという私の親心。なんでアスレチックでやっとるやんじゃん、母心。練習になっていただきたいの。おい、私のとこ掴むんじゃない。俺だけどさ、やめろ。俺の家を踏み台するんじゃない。ここが僕の家だ。何これ、俺の家部屋ゴミじゃん今。違う違う、これは芸術なのだよ、わかるかね。君には分からないか。分からんわ。壊せ壊せ壊せ。おいモネの、おい一番雑魚、手伝え、ちゃんと壊すの。お前、お前、はい。はい、すいません。この家見てたらさ、やっぱさ、落ちろや。いてえ。あいつの家今度燃やそう。燃えません、私の家は燃えません、石造りでございます。ほらこれ、あれ火事来たら僕だけ助かるからな、この家。なんだと、落雷やべえ。入ってくんじゃねえよ。ここなんだよ、ここは私の拠点だ。ザコは生きがんだよ。入ってくんじゃねえ、入ってくんな、入ってくんじゃねえ。出てくんな、ここはオレンジだ。ここから出てくんな。もう俺はもう魔女の老後みたいな生活をしてやる。これマジ牢屋みたいになってる。ここ、こっから出せ。おいおい、こっから出せよ、おれ。おい出せつってんねんか、おれ。あれが犯罪者だよ、犯罪者。怖い、怖いから近寄らないようにね。おい、これ早く出せやれ。